お疲れ様です、吉谷さん。70代の方がね、コンテンツ販売に挑戦して結果を出す。いや、すごいなと思います。何がすごいかっていうと、売上を立てたことがすごいとは私は思わないです、実は。70代の方でビジネスをやってね、商品を提供する。これはね、まあ、いわゆるコンテンツ販売で100万とか200万って、ほとんどの方ができると思うんですよ。何がすごいかっていうのは、自分にもできるんじゃないかなと思って挑戦したってことなんですよね。やっぱりね、70代とかになってくると、挑戦よりも守りに入ったりとか、いや今までねそんなことやってこなかったからダメだろうっていうふうに思っちゃうんですよ。でも挑戦って何かっていうと、今までやったことのないことをやるってことなんですよね。今まで何回も何回もやってきて慣れていることをやることは挑戦とは言わないんですよね。だから未経験の分野に足を踏み出してみて、未経験の分野を今まで経験してきたことの中で糸口を見出して突破していく。いや、年を取るとね、それが可能だと思うんですよ。まあなんせね、70代とかになると、30代とか40代では不可能な70年の歴史があるわけですよね。経験があるわけですよね。で、当然ですけども、いろんな時代の変化を見てきたわけなんですよ。だから生き残ってきたその事実だけでもすごいと思います。70代ともなると、高度経済成長も経験して、バブル時代も経験して、バブル崩壊を経験して、さらに失われた30年も見てきたと思います。もう何でも声だと思うんですよ。しかし、もう年だからっていうね、先入観が全てをダメにしてるのかなと。年齢を重ねて2つに分かれていく思考があると思います。それは、自分はしっかりした人生をここまで歩んできたんだから何でもできるぜっていうふうに考える一部の人、さらにもう一部の人は、やっとここまで生きてきたけども大した人生じゃなかった、だからこれから大きな挑戦はやめておこうっていうふうに考える方ね。これが圧倒的多数じゃないですかね。でもやっぱね、年齢を重ねれば重ねるほど、やれることって実は限られてはくるんだけども、ポテンシャルはすごくね、強くなると思うんですよ。つまりは、選択できる選択肢が少ないんで、一点突破しやすくなるんじゃないかなと。私はね、50を過ぎてのリスキリング、学び直しには、FX はどうかっていうふうに考えるんですけども、20代や30代で FX を始める方って少ないんですよね。それは他にも可能性がいっぱいある選択肢を持ってるからなんですよ。まあいい例が、立派な会社に就職したり、転職してみたりとか、仕事の中で経験を積んで将来に備えたりとかっていうことがあると思います。でも50代になってくると、これからどっかの会社に就職するっていうのは非常に雲をつかむような話になりますし、これから何か新しい仕事を始めて5年、10年、20年と経験を積んで将来に備えるっていうこともね、できないと思うんですよ。だから長くても5年、早ければ3年ぐらいで勝負をつけなくちゃいけない。できれば1年、こんな感じになってきます。そうなると、どっかの会社に入って仕事で経験を積んで将来の出世に備えるっていうのは、まあおおよそね、不可能になってくるんですよね。つまりそういう選択肢は消えるんですよ。で、残った選択肢っていうのは、今までやったことがなかったような人生、つまりは今まで投資なんてやってこなかったよ、 FX なんてやってこなかったよっていう選択肢が残されていて、逆にそこに集中すると一心不乱に進めるんで、結果が出やすいんだろうなと思うんですよね。だからその70代の方がね、選択肢をたくさん失ったっていうのは、逆に突破するべき道しるべが浮き彫りになったっていうふうに考えることもできるかなと。いや、73歳で100万稼いだ、すごいです。それはですね、稼いだことがすごいんじゃなくて、稼げると思って挑戦したことがすごいと思いますね。そういうふうなね、年の取り方をしたいもんです。私もここで終わるんじゃなくて、まだまだ自分の挑戦してない未知の分野にこれからもトライしていきたいと思います。今年は格闘技をやってみました。来年は果たして何をやろうかなってことですね。それじゃあ、お疲れ様です。